皆さんこんにちは。今日も始まりました黒川敦彦のオリーブの木チャンネル。すいません、今日は外出先よりお届けしておりますので、このスタイルでよろしくお願いいたします。まず冒頭ですね、講談社より2冊目の本が出ております。ぜひこちらの本をよろしくお願いいたします。絶賛発売中でございます。また Amazon 等へのレビューの投稿をですね、読めた方はよろしくお願い申し上げます。それでは今日のテーマは大阪都構想11月1日投票でございます。はい、前提といたしましてですね、私たちオリーブの木、大阪都構想には反対の立場でございます。ですので、都構想のメリットについてもですね、紹介はいたしますが、ちょっとなかなか公平な議論というわけにはいかないと思うんですが、あらかじめご了承いただければ幸いです。まずですね、都構想ということなんですけれども、これ大阪市の、ウェブページに載っていることなんですけれども、大阪市民から挙げられている声ということなんですけど、ここの赤い線見ていただいたら分かるんですね。都構想という表現についてなんですが、特別区が設置されても大阪府は大阪府のままで大阪都という名称にはなりません。特定の政治会派の政治スローガンです。これは大阪維新の会のことですね。そしていわゆる都構想という表現を大阪市はしているんですが、いわゆるをつけたら許されるというレベルの問題じゃないですよねと、そのような指摘があるわけですね。ここの、今回の住民投票が終わってもですね、大阪府が大阪都になるわけではないんですね。なんで都構想って言うんですっけという、そもそもの、話でございます。そしてですね、これは過去動画を、ぜひご覧にいただきたいんですけれども、大阪維新は、竹中平蔵が作った政党でございます。私ですね、黒川敦彦、たまたまでございますけれども大阪大学出身でございます。11年以上大阪に住んでおりました。そしてですね、ちょっと、結婚した時に大阪にいたということがありまして、本籍がですね、私大阪府箕面市今宮なんですね。国道171号線稲市沿いにですね、いまだに本籍がありまして、そういうですね、大学も大阪だったので大阪にはですね、なんだかんだ思い入れがございます。で、私が大阪にいた時代と比べてみてもですね、大阪の経済というのは沈没しています。維新が改革改革と言ってやってきたわけですけれども、大手企業の東京流出はですね、維新になってからますます加速しています。何が改革かよと冷静に思う次第でございます。大阪の経済の立て直しがですね、本当に大事だと思っています。改めてですね、大阪都構想ということなんですけれども、これは大阪市を廃止して4つの特別区に分割するということなんですね。なので今回の住民投票はですね、大阪市廃止の住民投票なんです。大阪市が所有していた財源行政権限の一部を、大阪府に譲渡するというのがですね、今回の住民投票です。残った財源を、行政区で4つの特別区で分けるということなんですね。直近1ヶ月の、今回の、住民投票に関する世論調査なんですけれども、当面反対がぐんぐん増えていたんですけれども、ここに来てですね、今週、賛成の方が増加しています。前回はですね、1回目の住民投票ではこの、都構想否決されたんですけれども、今回はですね、これ通ってしまうかもしれないんですね。これ大丈夫でしょうかと私すごく本当に心配になっています。やらない方がいいと思うんですね。賛成反対とですね、それぞれの理由があります。賛成の理由はですね、二重行政の解消ということです。これは大阪市と大阪府2つあるから、市がなくなったらですね、その分コストもいろいろ下がるということなんです。しかし普通のですね、日本国において、県と市というのは、まあ、別にありますので、これはまあ普通なんですね。反対の理由はですね、住民サービスに悪影響が出るんではないかというのが一番多いです。この後説明いたしますけれども、大阪市が解体されますから、大阪市が受けていたサービスというのはですね、住民にとって減るかもしれないということなんですね。二重行政の解消ということなんですけれども、これは大阪府がですね、試算を出しているんですが、大体年間976億円ぐらいの、まあ、節減効果があるというふうに言われています。しかし当初はですね、年間4000億円を目指すと言っていたんですけれども、まあ、算定が甘かったり問題があったりということでですね、今年間976億円にまで減ってしまいました。そしてこの976億円も厳しいのではないかという見方があります。2011年ですね、当初、松井市、今の維新のトップですね、二重行政の解消による効果は4000億円と主張していましたが、年々縮小しています。なんか最悪の試算によるとですね、年間1億円ぐらいしかないとかっていう謎の数字も出ていたりしてですね、もはや混迷を極めているというか、別に大阪市がなくなったからといってですね、予算が減るわけではないということですね。まあ、誰かがそのサービスを担わないといけないということなんです。7月13日の大阪府の公表した数値では、今回の、都構想、初期費用が241億円かかって、ランニングコストが30億円かかりますと、仮に年間の経済効果がですね、970億円ぐらいあったとしてもですね、初期費用に241億円かかってランニングコストもかかりますから、まあ、そもそもですね、節減効果がこれ期待できるのかという疑問がですね、あるわけでございます。賛成している学者はですね、ごく少数いるんですね。まあ、ごく少数というのはですね、まあ、普通に考えてメリットを感じないんですね、この、いわゆる都構想、まあ、しかも都にならない都構想、この都構想に賛成する学者として有名なのがですね、この上山市、岸市、佐々木市、なんですけれども、この3名ともですね、大阪市の特別顧問ということで、まあ、要するに、御用学者だということですよね。なのでこの3人が言ったからですね、行政学の学術的に、これ価値があるものなのかというとですね、極めて厳しいなと思うんですね。はい、特別顧問に入っているということですね。また、下越学園の調査というのがあってですね、都構想の経済効果累計でこんだけだと言っているんですけれども、これそもそも出しているのがですね、まあ、高橋陽一氏なんですね。高橋陽一氏といえばですね、まあ、有名な方でございますけれども、政府の御用学者としてですね、安倍晋三や竹中平蔵と一緒にですね、まあろくなことをやってないなと僕は思うんですけれども、そういう高橋陽一氏が、まあ、賛成をしていると、これやっぱり竹中平蔵も関わってますよねってやっぱ思ってしまいますよね。まあ、ここに、下越学園のですね、経済効果いろいろ出ていますけれども、これそもそもですね、信憑性がないのではないかと、まあ京都大学の藤井教授、まあ、有名な方ですね、彼は都構想に強烈に反対しておりまして、学術的に信憑性がないと、まあ、厳しく批判しているわけです。今回大阪市が解体されると、大阪府が大阪市の2000億円の財源を吸い上げます。都構想実現の初期コストをここから払っていくわけですけれども、まあ、このことを考えたときにですね、反対している人の住民サービスに悪影響が出るのではないかという話がですね、まあ、問題になるわけですね。しかし、まあ、当然推進している維新の会はですね、住民サービスは低下しないというふうに言ってはいます。本当なんでしょうかね。維新の主張としてはですね、大阪府に特別会計を設け透明性を確保します。大阪府に配分される財源は現在大阪市が担っている、広域的な役割の事務に使われるということを公表しますということなんですけれども、政治家が言うことなんか信用できないと普通思った方がいいです。そして特別会計って、うちのチャンネルでも散々やってきましたけれども、特別会計ですね、大体ですね、ものすごい不透明に使えるんですね。まあ最近行政に、情報公開頼んだら黒塗りになって出てくる。まあそうなるでしょうよ。そうなった時にですね、大阪市のために透明に使われるかって言ったらですね、使われませんね。なんで都構想やるんですかって言ったらですね、これまた維新が儲かるからですよね。こうやって大阪市の財源をですね、違うところに付け替えるということがですね、新しい利権ができるということなんですね。つまり新しい利権を取るためにやっていると私は理解している次第でございます。住民のためではありません。だってこんな面倒くさいことを住民のためにやりません。政治家はお金のためです。残念ながら本当にね。大阪維新の主張と、大阪市の住民サービスが低下しない理由、2000億円の大阪市の広域事業はそれ以外に使用されない、特別会計の管理で見える化する。これが余計不透明だな。都心の大阪市に積極手押ししないと大阪は伸びない、住民サービスを成長させてきたのは、維新自身なので大丈夫ということなんですが、まあどれも信憑性は感じないですね。大阪市人口はですね、全体の3割と、これ東京都とですね、比べてみたときということなんですけど、東京都の場合は23区の人口が、全体の7割なんですね。東京都全体の大阪市の人口はですね、大阪府全体のたった3割しかないということでですね、そもそもえらく環境が違うんですね。2000億円の流用はないと言うんですけれども、その使い道を最終的に決定するのは大阪府議会と府知事です。大阪府議会の88人の内訳を見るとですね、大阪市選出が27人、大阪市以外から選出が61人ということになりますので、さあ、大阪府で、これを多数決したらどうなるでしょうか。大阪市の損になるようなことが起こってもおかしくないですよね。こういうそもそも構造上の問題があるんですね。東京都と人口の配分が違うんですよ。そうすると結局のところ大阪市がこれマイノリティじゃないですか、大阪市以外と比べて。そうすると大阪市の財源がですね、他に流出していくでしょうよ。多数決ってそういうことですからね。はい。そして今回ですね、テーマに挙げるのが民営化ということがですね、また考えられていくわけです。大阪市は水道の民営化に極めて前のめりに、取り組もうとしています。民営化の問題はですね、過去動画に散々やってきておりますが、郵政民営化のトラウマというのがあるわけですね。2007年に、郵政民営化担当大臣だった竹中平蔵主導でですね、郵政民営化は実施されました。竹中平蔵が作った維新ということのですね、証拠の一つに、維新の会の2012年衆議院選挙候補者選定委員長が竹中平蔵でございました。まあ色濃く設立から関わってきてるんですね。この郵政民営化に関してですね、当時の小泉政権は民営化するとですね、サービスが良くなると主張してきていたんですけれども、実際どうなりましたかということなんですが、はい。竹中平蔵氏は郵庁官保の資金350兆円のうち、64兆円が、外資の金融商品の購入に費やされてしまった。つまり日本人のお金が外資に盗まれたと、そのエージェントを竹中はやったと。だから売国奴だと言っているんですね。その売国奴が作った党が維新だと、これは売国を疑うしかないですよね。そして最近官保は不正販売、郵庁の不正引き出し、株価も暴落している。何を見てもですね、郵庁は民営化することによってうまくいっていない、郵政は行っていないんですね。明らかにサービスが低下しているということで、維新の民営化路線、鮮明ですね。また大阪市を解体することによって住民サービスは低下しないと主張しますが、それはですね、改革の前にメリットしか言わないんですね。本当の、やりたいことは別にあると。住民のためではない。維新の人たちが新しい利権を作りたいためにやっている。そんなことを言えませんから、住民のためだと言っているだけだと。これ危険だということなんですね。そして、維新、中国に寄っているんじゃないか説というのをですね、まあ、これ結構言われたりするんですね。ある人はですね、今回の都構想によってですね、外国人特区を大阪に作ろうとしているんではないかとかですね、そういうふうなことを言う人もいます。これはですね、あながちなくはないと思うんですね。カジノ推進とかもですね、都構想が成立したらですね、多分なされるんじゃないですかね。大阪カジノとか来た方がいいんですかね。僕はいらないと思うんですけどね。維新の親中説、大阪維新の創設者、有名ですね、橋本徹氏、彼はですね、まあ右側の論客として発言をしているんですけれども、ちょいちょいおかしいことを言っていましてですね、例えば、今の靖国神社がですね、反対している永久戦犯の分子、つまり永久戦犯を靖国から抜いてしまえということをですね、まあ、彼は言ったりしているんですけれども、これはですね、普通に靖国に関わっている人たちの感覚からするとですね、まあありえないですね。はい。1953年に衆議院本会議にて、戦争犯罪による受刑者の、赦免に対する決議が可決されています。そもそもすでに日本にはですね、戦犯は存在しておりません。中国とか韓国が騒いでいるだけでですね、そもそも永久戦犯というのはですね、戦勝国であるアメリカがですね、日本を貶めるがためにですね、勝手に東京裁判で決めたものですよね。それをもってですね、そもそも戦争犯罪というものはですね、まあもちろん戦争は良くないことなんですけれども、戦争犯罪というのはないですね。戦争は戦争です。はい。両国の、外交で解決しないものがですね、結果的に武力衝突に結びついたということであってですね、じゃあアメリカが原子爆弾を落として何十万人の人を殺したのは楽勝で戦争犯罪だと思うんですけれども、そのようなことはですね、アメリカは言わないわけですよね。これが何をもってですね、東京裁判ではないんですね。そもそもその東京裁判に基づいた永久戦犯という話をですね、すること自体がですね、日本国民の立場としてはですね、ありえないということなんです。親中化ということになるわけですね。維新親中説2、今井豊大阪維新幹事長でございますけれども、今大阪維新の会のですね、副代表に就任していますが、今幹事長でございますが、はい、今井氏は中国の大連市の名誉市民でございます。まあ名誉市民が全部悪いというわけではないんですけれども、まあ、要するにでもですね、中国とつながりが強いということですよね。はい、この人も大連市の名誉市民といえばですね、自民党二階幹事長ということでですね、こういう、日本における中国利権者いますよね。この今井氏もですね、大阪維新の今井氏も中国利権者の一人だと思った方がいいんではないでしょうか。まあこれはすいません、二階氏の批判になりますけれども、二階氏の地元にはですね、大連市から、コロナの時にマスクがプレゼントされると、プレゼントされたからにはですね、何か、また利権を渡さないといけないと、こういうまあ今ですね、中国とはちょっと、距離を取っていかないといけないということにおいてですね、なんか怪しい動きがあったらいけないですよね。はい。今回の大阪都構想なんですけれども、一度やってみて失敗したら戻せばいいという問題ではありません。めちゃくちゃ戻しづらいです。大阪市に戻すためのですね、法的根拠が存在せずですね、一回大阪市を解体してしまうとですね、法律を整備しないと戻せないということなんです。これ国会の決議事項になりますね。また東京都知事とかが反対することも予想されてですね、1回大阪市を解体したらすいません、戻せませんということで、もうものすごく冷静に考えた方がいいですし、そんなことはですね、メリットがほとんど感じられないので、やめた方がいいです。今のままの方がいいです。はい。ただ決めるのはですね、あくまで大阪市民の皆様でございます。私黒川はですね、今回の大阪都構想危険なので反対だと、大阪都構想をやるのは政治家が、住民のためにですね動くなんてことはありません。自分の既得権益、利権のために動いているだけです。じゃあ何が既得権益なんですかというとですね、大阪市を解体した時に新しい利権ができるのを大阪維新の会が、めちゃくちゃに取ってしまいたいということですよね。そんなことはさせない方がいいです。危険です。なので、今回の住民投票、ぜひ大阪市の皆さんはですね、冷静に考えて、悔いの残らない決断をされていただいたらと思います。はい、解説は以上でございます。そしてですね、来週10月30日金曜日、私黒川大阪に参りますことに、なりました。梅田ヨドバシカメラ前で19時から19時45分、街頭演説会を、行わせていただきます。そうそうなかなかですね、大阪まで行ける機会もないので、視聴者の皆さん、応援している皆さん、いただいている皆さんですね、ぜひお越しになってください。でもコロナの状況でございますので、お越しになっていただいたらですね、ソーシャルディスタンスも取りながらですね、一緒に声を上げていただいたらと思います。また終了後ですね、20時半から22時半までですね、交流会を、実施してみたいなと思います。先着20名でございます。参加希望者の方は、info@olivepartyのこのメールにですね、氏名、年齢、住所、電話番号をご連絡ください。先着20名でございます。そしてオンラインサロンで先行申し込みの受付をやっておりましたが、そちらの方はもう人数にカウントいたしておりますので、心配であればメールくださっても構いません。オンラインサロンの入り方についてはですね、コメント概要欄に書いていますので、そちらもご確認いただいたら幸いです。よろしくお願いいたします。来週の金曜日10月30日、大阪ヨドバシカメラ前梅田です。私黒川参りますので、よろしかったら皆さんとお会いできたらと思います。はい、最後にオリーブの木の経済政策でございます。金融制度、中央銀行制度を抜本的に変えなければ世の中良くならないと、たびたび毎日訴えております。こちらに書いているベーシックインカムや金融資産課税など大事なテーマが過去動画にたくさん上がっていますので、ご興味を持っていただきましたら過去動画キーワード検索してご覧になってみてください。よろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。いいねボタンも押していただいたら動画がたくさん拡散されて嬉しいです。講談社より2冊目の本が出ております。そちらの本もぜひよろしくお願い申し上げます。オリーブの木朝霞市議会議員の富山真紀議員の富山木チャンネル、1期生の1期生チャンネルも立ち上がっております。コメント欄、概要欄の一番上に URL が貼っていますので、そちらをクリックしてチャンネル登録応援してやってください。よろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。なんだってできるのさ、ピープルパワーで。黒川敦彦でございました。誰一人置いてはいかない、明るい未来を作りましょう。一緒にやっていきましょう。